はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ピーチ姫こと平木ゆずです。さあ本日なんですが、幻想実装されまして、診断で、こちら作ってきたんでご紹介していこうかなというふうに思っております。幻想というテーマは、光属性の天使属モンスターで固められている、まあ、ペンタラムと融合が合体したようなテーマでございまして、アークファイブのね、あのヒロインのゆずちゃんっていうあのキャラクターが使っていたテーマになりますね。でそこに、新しく実装された、まあ、超パワーカードがそのペンテラムモンスター2種類と、あと融合モンスター2種類、それから、まあ、融合魔法となってまして、これ、まずこの融合魔法がいかれてまして、ペンテラムスキルのモンスターも融合さにできるっていうね、あの効果あるんですよ。でこれでそのルフランとかこのクープレっていうモンスターをペンテラムスキルに貼ったりしてアドバンテージを稼ぎながら、こうクープレでこれ持ってこれるんですけど、こういうカードを使ってこのペンデラムスケールとかで融合していくみたいな感じの動きになります。で、新しく追加されたこのスペクタキュラーバッハさんっていうモンスターもめちゃくちゃ強くて、幻想モンスター ×2 で作れるんですけど、これ特殊召喚した時デッキから幻想何でも特殊召喚できるって効果があるんですね。で、墓地を送られたらさらに自分の墓地の幻想モンスター特殊召喚できるということで、まあ、アドバンテージが鬼ほど稼げると。でしかもこいつ出す時にあのペンデラムスケールのモンスターも融合さんできますから、基本的にはオスティナートっていうこの1枚書道のカードとか、あとこのルフランとかの書道、これで、全部1枚書道になってます。まあ、一応あのルフランと同じ感じで学章も1枚書道になってまして、まあ、これが1枚書道、これが1枚書道、これが1枚書道みたいな、まあ、一応コストがあのいることはあるんですけど、手札コストがいることはあるんですけど、まあ、基本的には1枚書道みたいな感じになってますね、これ全部が。で一応、貫通札としてなんかそなたから の, あのブルームハーモニストとか、オスティナートちなみにあの耐えしないので、裏打たれてももう一回打つとかねできますから、これでキーゴできるんですよね。このカードがまあまあ最強で、まあ、出張パーツとかにもなるし、まあ、純正で組んでも強いと。で今日は純正で、一応組んできました。まあ、誘発は入ってますけど、一応ね覇王門とかあの組み合わせたり、いろいろねペンデラムテーマと組み合わせるっていう構築はあるんですけども、まあ、純正が一番やっぱり最初は動き分かるかなと思って組んでおりますと。で一応今までの幻想は、このアリアっていうモンスターと、あとは、エレジーっていう、まあ、これですね、これでこいつら2体を並べて、モンスター、この幻想モンスターは効果の対象にならず戦闘では破壊されず効果破壊できないみたいなクソ家庭体制を作ってていくっていう、まあ、そういうテーマだったんですが、ここに妨害が増えまして、まず、フラワリングエトワールですね、これ召喚ムービーあるんですけど、こいつは、幻想モンスターをエンドフェーズまで除外すると、相手のフィールドの表側表示のカードをバウンスできるということで、まあ、永続魔法、フィールド魔法モンスター何でもござれバウンスができるし、しかもこれ対象取ってないんですよね。対象を取らないバウンスで妨害できるっていうのと、プラスしてまあそういう硬い体制とかが付与できるということですね。で対戦してて結構思ったのは、禁じられた一滴天杯から飛んでくる、あれきつくて金敵で結構負けちゃったんですよね。なんでちょっと金敵に対する耐性って結構難しいんですけど、なんかもう分かんなくて神戦つみました。神戦とかこの手札誘発の ところとかはね、あの自由枠になるので、まあ、ここの枠とかはまあ、ね、皆さんご自由に環境に合わせて組み替えていただければいいのかなと思うんですけど、あとエレジーでとかね、エレジーがさレベル5だからさ、なんか事故んだよなこいつ来ても、なんか回った前提すぎてこれエレジーが、ちょっとエレジー今回抜いちゃったんですけど、まあ、エレジー抜いていただいてね、入れていただいてね、なんか紙線とか抜いて普通に誘発型とか、なんかこういうなんかこういうのでもいいと思いますし、全然強いと思いますし、ちょっとあの禁じられた人質対策がちょっときつかったんで、紙線入れたっていうことで、ちょっとご了承いただければなというふうに思います。まあ、やってることはめちゃくちゃ強いんでね、ちょっと早速、見ていただければなと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。なんか、タクトの導きにより力重ねようみたいな、そんな感じのセリフだったと記憶しておりますが、イーズちゃんのね、とりあえず金券ぶっ込みまーす。とりあえずオスティラートよこせ。6枚目になったんだ、俺はもう。配信で、あ、裏がすいませんでした。すいませんでした。まあ、オスティナートとかいう最強カードから入れなかったんですが、無理そうなので、ヒュ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 ッと余れ。とりあえず一旦ちょルフラン召喚。魂のルフラン。これ、このデッキ使う実況者、大体この歌っちゃう説を提唱します。ルフランからのクープレ。ペンタラムスケールにセッティング、クープレの効果発動。ナメック星人の効果によって、幻想競争曲を手札に加えるぜ。そして、幻想曲、なんかあるね。なんだろう、わからない、これ。なんかあるよね。無限紅葉とかエフェクトフェイラーだったら打ってんじゃねえかと思うんだけど、これ何これ。打たないかな、ちょっと幻想分かれてだったらごめん、相手が。バッハ、
融合召喚成功値効果とスケールに入る効果とスケールに入る効果全部起動して、これすげえよな。融合しただけでさ、ペンデラム1から9入るの強すぎんか。ちょっとマジエフェクト見るやめて。あ、オッケー。これなんだろうこれ、マジでわからねえ。このチェーン何キリンですか。撃たない誘発ある。あと幻想、これ何、これ何落としてんのこれ。これこうしてで、ルフラン、魂のルフランで、回収するカードを、送ればいいんですね、これね。はい。で、アリアを送りまして、ちょっと一旦、ローリーとフランソワパイセンで回収したいです。回収したいです。あ、で、あ、DD クローか。あー、はい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 。DD クローですね。了解です。OK。まあでも、ここまでもギリギリ読んでました。まあ、マジでギリ読んでた、ギリ。とりあえずね、もうこれはね、見くしかないわけですよ。ちょっとここに誘発撃たれたらほんと何も起きないけど大丈夫俺。ブルームハーモニスト、これはもともといたやつなんですけど、手札ぶん投げるとデッキから幻想をリンク先に特殊召喚できるよみたいな効果と、スペクタクラキュラーバッハの効果によって自分の墓地からロールイットフランスのパイセンを、特殊召喚できるという効果を OK 通った。でスペクタキュラーバッハ出てきて、バッハじゃねえや、ロールイットフランスが出てきて、エレジー抜いちゃったんだよね。なんか結局なんかエレジーなんかゴミだなと思って引いたらと思ったんだけど、結局アリアエレジーロックっていうのがまあ結構強いんですけど、一応これあれかリソース回収しといた方がいいのかな。一応リソース回収しといて、でローリットフランソはこうか。まあ、じゃあ天使族いねえんだけどな今手札に。天使族いねえんだけどバーミリオンデクレーラー回収しておいて、でソプラノ効果でバーミリオンデクレーラーさんもねあれなんですよね、石津ギミックのなんかせいであれになってるんですよね、規制されてるんですよね謎に。はい。でフローリングエトワール出して、でセットして、まあこれでいいのかな。なんかもうちょっとうまく回せた可能性はあるけど、まあちょっと俺の、頭ではこれが限界やった、まあ、フローリングエトワールのバウンスと、ウララの妨害とエフェクト、無限包容の妨害って感じですね。はい。今現状は、なるほど、金券何枚、6枚だったらどうですか。3枚は別にいいよ。はいはい。もう天敗竜だ、やばい。禁じられた人しずくだ、マジやめてくれ。禁じられた人しずくだけマジでほんまにやめろ。マジで金敵とかいうカード強すぎて毎回金敵に分かれてるから俺神戦積んだからね。いいでしょう。いや、まあサーチさせない方が良くない。どっちにしても効かねえんだよな、三幻想、三幻想があると。これなんかどっちにしてもなんか裏打った打っても持ってたら貫通されるし、これ結局バウンスしたところで貫通されるしみたいな、どっちにしても貫通されそうな未来めっちゃ見えるんですけど、これ大丈夫ですかね。これ僕の裏ラてか、じゃあだったらあれか、これ裏ラから打った方がいいか。で三元素もう一回貼られる、まあこれ一旦に一度の一応使用制限なので、まあこれサーチはいらないんですけど、これ持ってたらやばいですね。普通に持たれてるとやばい。チュンドラはまだギリ耐えてる。チュンドラはギリ耐え、ウェインフェル終了前了承、海面あるかな。海面あってもでも売られてるか。でこれ無限包容打つでしょ、無効ですね。金敵はさすがにないね、ここまでいったら。ってことは耐えたか。耐えたくせえな。いや、これ、海面は裏側通ればいいから、これ来たわ。これ多分いける。これは多分耐えた。よし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 。よし、あぶねえ。よし、天敗竜に負けすぎて神戦入れてない、こっち。こうするだろ。で、俺のターン、ドロー。オスティナート、なるほど。オスティナートか。これ、あれかな、一回どかすか。オスティナートの打ち方を皆さんお見せしましょう。3ターン目の打ち方。まずソラタ と、フラワーリングエトワールぶっ飛びまして、でこれバウンスするじゃないですか。でそうすると、これは戻さなくていいか。でこれ何が起きるかっていうと、フィールド上にモンスターいなくなるんですよ。これオスティナートですね。はい。ちょ、ウララマジでやめて。よしよし。これ強引なオスティナートの、打ち方ね。一応3ターン目でもフラワーリングエトワールがいればオスティナート打ちに行けるっていうことだけは言っておくわ。タクトの導きにより力重ねよう、融合召喚現れよ、幻想の乙姫スペクタキュラーバッハ効果発動。OK で通るで、スペクタキュラーバッハさんの効果によって、あとはこれアドバンテージ稼げるように展開していけばいいので、ダッシュのルフランを出して、でルフランの効果発動。
で、ナメック星人サーチして、でナメック星人の効果発動、肌が緑色なので、自分の墓地から、ですね、これソプラノですね、ソプラノ特殊召喚で、ソプラノ特殊召喚成功時効果、これローリーとフランスはペンデルム召喚じゃないか。これさ、スケール1から9残ってたらさ、もう1回次のターンこうやって展開できるの強すぎないこれ。でペンデラム召喚するでしょ。でなんかわかんねえ、1体でいいか。一応あれかな、バーデク打てる状態にしといた方がいい。2ビルとか飛んでこないと思うけどね、さすがに。なんで回収して、でこうして、はい、でこいつは幻想がいるとなんか 手から出てきて、で打点がめっちゃ全員上がるという効果あって、これで全員でぶん投げれば勝ちと。はい、神ゲー、よし、オッケー。うわ、対戦ありがとうございました。しゃー、切って聞かれてなかったらいけるな多分。でも人工地区だと若干なんか怪しいな。覇王を入れると妨害力結構伸びるので、まあ、ハオスのうちに覇王幻想も動画にしようかなと、思ってるんですが、まあ、とりあえず一番最初なんでね、まあ、準構築で組んで、まあ、どんな動きするのかなっていうのを見せた方がいいかなと思ったんですけど、皆さんには、まあ、ドロー&ロックバードをぶち込みまして、相手は死ぬと書いてます、このカードは。ちょっとマジでドロバ刺さって。ドロバ刺さんないと無理。本当に。オスティラート、でもオスティラート取ったらワンチャンあるから、こっちのデッキ。これ。ちょっとドロバ刺され。ドロバ刺され。あー、オッケー、サフィラ。これはさ、まあ、素引きされてたらやばい。素引きされてたら儀式されるけど、素引きされてなかったら結構儀式されない。ドロバー結構刺さるんで、この一気には。ちょ、マジでお願いします。あ、本当に本当に。お願いします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 。あー、それはいいです。オッケー。まあ、粛清なる祝福は、これ墓地から回収できるのか。あー、お理解が。それはオッケーです。はい。いいでしょう。耐えろ。よしオッケー、ドラマ刺さった。ドロール&ロッドローリングアンディングロッキングバーディング刺さってきた。オスティナ達郎うらら墓穴で、G マスターツ、ここまで読んだ。どっちでもいいよそれは。オッケーで、これでうらら除去った。はい、で、はい、でからの、スペクタキュラーバッハさん出しに行きまして、魂のルフランと、ナメック星人を融合して、ナメック星人って言ってたら俺怒られるかな幻想ファンから。やばい、あ、やば、ちょっと待って、これ、あ、やばい、え、待って、ごめん、ちょっと待てよ、これ、あ、やばい、これ墓穴残しとかなきゃ、これ、これローだったらやばいか。あ、大丈夫だ、ローではない。サフィラ、オッケー、耐えた。スペック、何これ、誰、粛清なる流神サフィラ、これ誰だっけ。これはローがいれば関係ない。戦争のヒラドセモンスが戦闘の場合、相手のランダム1枚いってる、関係ない。相手のフェーズに発動できる自分からモンスターも関係ないね、関係ない、関係ない。戦闘で破壊された対戦性が、戦闘破壊されないだけのボンフ戦闘破壊されないだけのボンフだから、あいつは。ってことは、まあ、ボンフじゃねえか、あれ。お姉ちゃんだな。アマ。これで、デッキから手札に加えるカードが、このナメック星人でよくて、で、ナメック星人の効果発動します。で、ナメック星人効果、自分の墓地からルフラン特殊召喚。はい。いや、これあれだったな。融合さえ別にルフランじゃなくてよかったな。で、クープレイ発動。で、クープレ効果発動、融合を持ってきます。これ、あれですよね、幻想で固めとくと、このクープレが強く使えるっていうのはいいところですね。覇王とか混ぜてると、このフィールド上に覇王がいたりとか、ダークブルームがいて、なんかこの融合を持ってくる効果使えなかったりするんで、クープレってこれ幻想モンスターだけじゃないと無理なんですよね。幻想モンスターだけが、まだ何もいないか。で、これ一回マインスタリンシューベルト出しに行くか。これ元からいたやつですよね、シューベルトは。シューベルトはね、めちゃくちゃ面白くて、このモンスターが。これ、墓地除外しながらダテンアップするんですけど、こいつがね、墓地メタとして結構強いんですよね。スペクタクラー、バッハと、ルフランの効果で、ペンダルスケールにセッティングしながら、魂のルフランって言いながら、
こうしながらでこの動画俺魂のルフラン歌いすぎじゃない大丈夫かな、 なんか歌いすぎている気はする。でマインスタリンシューベルト効果発動、フランソワからの回収でいいのかな。僕もね、ちなみに幻想別に、なんかゴリゴリに回してる、ほんとゆずちゃんみたいな人間ではないので、言うて普通に、ちょっと雰囲気で回してるとこありますけどね。で、ブレームハーモニストの効果発動しまして、もう抹殺は多分使わないから、これ切ってよくて、デッキから、幻想モンスターを2体特殊召喚できる最強効果あるので、ソプラノ、まあ、この効果がね、やっぱうまく使えるから、まあ、純正幻想を使ってる、なんかその、あれはあるよな。利点というか、まあ、これほんとね、これ幻想しか出せんくなるっていうクソ強烈な縛り入るのと代わりにデッキから2体出してくれるってめちゃくちゃ強いんですよねこれ。はい、でソプラノさんの効果発動しまして、まあ一旦フラワリングエトワール出しに行きましょうか。フラワリングエトワールさんはてかあれか、これフラワリングエトワール出しに行くと融合祭足りる、 こっちの方がいいか、マインスタリンシューベルの方が良そうだな。ちょっとこれ邪魔なんで、これどっかしましょう。で、こうして、スタシューベ出して、で、あいつ戦闘破壊じゃないんで、フラワリングエトワールで除去するしかないので、フラワリングエトワール出しに行くんで、ペンデラム召喚します。で、これ、なんかクソ適当に、手札からモンスター2体出せるんで、こうやって、はい。で、こうやって、で、こう対象耐性一応付与できました。で、ローリッドフランスは効果発動、自分の墓地からソプラノを回収する、はい。で、ソプラノ回収してからのソプラノ召喚、初めて召喚券使いました。強いですね、このテーマ。召喚券がバリ余る。で、ソプラノの効果発動を、やべ、時間がない。で、フロアリングエトワールを出しに行って、縦残しておけばいいか。はい。で、フラワリングエトワールさんは、幻想を、除外しながら相手のモンスターバウンスするよみたいな効果あって、で、今これ、ローもいねえし、結界も貼られてないので、これバウンスすれば、フラワリングエトワールさんの効果発動する。はい。で、その効果にチェーンしつつ、マインスタリンシューベルトの効果を起動し、儀式魔法があると、なんか、儀式やフィードが離れたらうんぬんかんみたいな効果あった気がするから、これでこうして、はい。最強すぎる、はい。で、ここ除外する、打点上がる、で、さらに、フラワリングエトワールさんの効果でアリアを除外してあげれば、相手のモンスターがバウンスされて、対象取ってないからサグラブス打ってない。神すぎる、神ゲー。あと20秒しかない。投げ。相変わらず診断デッキを回すときは時間がなくなる男。それがリュウ実況チャンネル。対戦、ありがとうございました。よし、来た。ドローリング、アンディング、ロッキング、バーディング、触っただけ対戦来た。エレジー、やっぱちょっとなんか、いまいちなんか仕事しねえんだよな。これ別に抜いてもいい気がする。なんかエレジー入れた方が、やっぱりアリアエレジー6っていうね、イニシエより伝わるし、最強の幻想ムーブがあってね、戦闘効果で破壊されず、効果の対象にならないっていう、マジで激方のね、盤面に、一応できるんですけど、普通にアーゼフスとかめっちゃ効くし、その盤面自体だけだったらね。だし、まあ、なんか、効果で破壊してくるカードって、まあ、ライトニングストーブとかぐらいだと思うんですけど、今、現状。多分まあ一応ブラックローズとかも一応テンパイルとか飛んでくるかもしれないけど、なんかそんな飛んでこないから、まあ、エレジー抜いちゃってもいいかなとは思ってるんですけどね。はい、まあそのなんか全部してくるようなカードが来たら普通にフラワリングエトワールでバウンスしてあげたりすればいいしね。なんでこの事故率が気になるので、ちょっと、エレジーは正直ちょっとすべきゴミすぎて解雇まであります。はい、ルフランとか、まあ、クープレは全然いいんですけど、エレジー、マジ、滑ってきつすぎ、弱すぎて、ちょっと、エレクタルもやばい。やばい、ちょっと待って、これ、オスティナートからヘビーメタルフォーズいってるっていうことは、多分これ、覇王入ってるパターンですね。これ、覇王出た診断対決、これ、幻想、純幻想 VS、覇王幻想ですよ、これ。待って、でも、俺、手札弱すぎて、これ、無理じゃない？あの時、ちなみに、ブンマールとありえない妨害数、用意してくるんだよね。これ、普通、やばいわ。いや、展開伸びるね。本当にすごいな。このなんか、ペンデラムテーマっていうのは。なんか使ってる、まあ僕も今使ってるんですけど、使ってる身からしてもやっぱこのテーマいかれてるなとは、このテーマってかやってることいかれてるなと思う。ペンデラムって何っていうね。スマイルマジシャンだと。何？デッキからスマイルマジックトラップカード1枚手札に変える？お前これ、スマイル、やべえな。これ、ちょっと待って。
これ皆さんやばい秘宝、これ僕死ぬかもしれません。あのスマイルマジシャンってスマイルマジックトラップカードをサーチできるっていう効果あるんですけど、スマイルユニバースっていうカードがですね、相手のターンに一応そのエクストデッキからなんかペンデラモンスター出せますみたいな効果ありまして、で出したモンスターのなんか、攻撃力の合計分ね、相手のライフを回復するという効果があるんですよ。でこれ回復するとやばいです。これでこういうことなんですね。これ打点シナースレフィキルっていうのが、まあ実質シモッチによる副作用みたいな感じで、こいつがやると回復効果、ダメージ与えるになるんですけど、これなんかその波動幻想かと思ってたんですが、これリプロドクス、これもしかすると、あ、これ、あ、そういうことだ、闇属性に変えるの、これ、これ、あのねすいません、クソデッカー、これ面白くないな、これ解説しちゃうと、あのね、クソデッカーになって、もうクソデッキに精通しちゃうと相手が何したいかが分かっちゃうんですね、これ。これクソデッカーあるあるなんですけど、クソデッキに精通しすぎてもう今から何が起こるか分かってしまうっていうのがありまして、もうちょっと逆に解説したのかな、逆に解説します。じゃあ、はい、ライトブリムでしょ、でライトブリムが特殊召喚して、でこれダークブリムなんです。これ多分シンクロするんですよ、8と4で。これなんで属性変えたかっていうと、おそらく覇王竜ザークシンクロユニバースっていうモンスターが出てくるんですけど、こいつのあですよね、こいつのシンクロ素材が闇属性ペンデラムを指定してまして、これ属性変えないと無理っていう話があって、これなんでこいつをシンクロ召喚してるかっていうと、これ打点が4000あるからなんですよ。打点が4000あって、こいつをエクストラデッキに返して、でエクストラデッキからこいつを出してくると、シモッチの抑制用的な感じで4000バーが確定するんですね。はい、ちょっとこれなんでこんなことが起きてるかっていうと、僕もデッキ作ったからです。このデッキ、先にやられました。はい、ネタバレすいません。幻想競争曲の効果によりバウンスして1枚ドロー入るんですね。でスカルデッドの効果によって4枚ドロー3枚戻しが入る。でこのスカルデッドの効果によってさっきサーチした打点シナースレフィキルってやつが多分出てくると思うんですけど、こいつがいると俺がライフを回復する効果がダメージ与える効果になっちゃうんですね。でまだまだスマイルユニバースなんですよ。でスマイルユニバースはどういう効果かっていうと、エクストラデッキからペンデラモンスターを、ペンデラム召喚しますっていう効果なんですけど、今スカルデッド下にリンク先3個向いてるじゃないですか。無限包容を引きたい人生でした。あさあここでスマイルユニバース、みんなお笑顔にって言いながらスマイルユニバースを打ちます。でそうするとエクストラデッキからアレーナ色のペンデラモンスターが出てきて、でこちらにこのカード発動するターン、このカードの効果でしかモンスターを召喚特化できません、相手は。はい、こういうことなんですね。ちょごめん、ちょっとクソデッキに精通しすぎて何が起こるか全部分かっちゃうの、思んないかこれ。